サージさんは僕ね、2、3回ぐらいかな、お会いしたことあって、僕ね、学生ぐらいの時に会話したんですよ。その時はすごいなんか、いい人だったイメージがあって、なんかね、宇宙のこととかめっちゃ興味があるんですよ。で、僕は物理学やってたんで、ずっと、大学ではね、応用物理やったんで、物理とか心理学とかいろいろね、勉強してたんですけど、一応専門は僕物理だったんですけど、まあ、一応宇宙のこととかもすごいちっちゃい頃、宇宙飛行士になりたかったぐらいだったんです。すごい好きで、宇宙の話だから、ブラックホールがどういう風になってるのかとか、今ね、宇宙のね、例えばあの始まりっていうのはどういう風にね、科学で議論されてるのかみたいな話とか結構したんですよ。そしたらもうすごい、もう食い気味でその話を聞いてくれて、で、ご自身でも結構たくさんそういう本を読んでて、結構ね、専門書に近いような本とかも読んでるぐらいの方だったんで、僕のイメージですよ。僕のイメージは、興味があるとわーっていくようなタイプだなっていう感じだったんですよね。その時紹介してくれた人がいたんですけど、もうそういうのももう一切、なんかもう無視して、ずっと話したっていうね、僕も楽しかった話したんですよ。記憶があるんで、僕は個人的に人としては、サージーさんに対しては、いい印象しかないです。はい。すごい久しぶりにね、まあなんかの番組の PR、番組で映画の PR かなんかでお会いした時もですね、気さくな感じの方で、僕はね、全く悪い印象がないので、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。